まあ、今日2回目っていうことなんですけど、あの前回はもっと人数少なかったんですね、確か、6人が7人ぐらいですかな、ね。まあ、そのうち片岡さんとか坂本さんとか前回に来ていただいたんですけど、あの、まあ、増えてるっていうことが僕は一番なんていうかその結果としてあの見えてるものとしてはすごく嬉しいこと で、まあ、今日も、まあ、本当かどうかは分かんないけどまた次も来たいみたいな話も聞けたっていうのはあの嬉しいなと思ってます。で、なんていうかな、その最後に片岡さんがおっしゃったみたいに、そのもう少し、まあ、明確にっていう部分はあの、まあ、分かっていてというか考えていて、で、でもというよりももともと非常に明確なんですね、ここのに書いてある部分で。だからさっきおっしゃってた話で言うと、まあメディアが取り上げてないけれども本当はあのすごいんだよねっていう会社を見つけて紹介したいっていうのが、まあ、本当のやりたいことなんだけれども、なかなか見つからないとさっていう、あの自分と自分の周りの人の口コミでしかそういう企業とかサービスとかっていうのはあの入ってこないわけですね、情報として。なんでなんか段取りとしてはですね、あの今ここにいらっしゃる皆さんも含めてなんですけど、まあ、僕ら、まあ、僕らが、まあ、彼らがどこまで考えてるか分からないけれども、少なくとも僕はこういうネットワークを広げれば広げるほど、その本当にあの価値のある企業の事例とか、まあ、実態がですね入ってくるようになるんじゃないかと期待をしています。だから今僕らはそのメディアに乗っかってる情報しかほとんど得られていなくて、でいくらねソーシャルメディアでなんかツイッターで瞬間的に届くといったところで、その情報の大半はメディアが紹介した情報に過ぎなくて、なんでそこに流れているものを一生懸命追っかけててもやっぱり疑わなきゃいけないレベルの情報しか流れてないんですね。それは変えていきたいし、あのもうちょっとフェアというか、その真っ当に頑張っている人たちが評価されるようにするためにも、逆流というかですね、僕らの方からあの価値のある会社を紹介するような情報を流していきたいなというのが最終的にやりたいこと で、そのためにはこういう仲間を増やしていくしかないわけ で、その今はまあ過渡期にあるというか、まあ、その模索段階にあるというのが、正直なところです。で同時にその、まあ、今の話のつながりで言えば、いわゆるメディアリテラシーというものがあって、でこれはですね、その、まあ、いろんな人がいろんな定義をしているんですけれども、あの僕は、まあ、僕なりにまとめるとですね、そのメディアが何を書くか何を紹介するかではなくて、何を書かないかとか何を取り上げないかっていうことをそのきちんと分かるかどうかっていう部分だと、思っています。なんで、まあ、今あのみんなが本を紹介したとかっていう話もきっとここに書かれてない話、書かれてない事実がいっぱいあるはずで、それをどれぐらいその、まあなんていうかその明らかにできるかっていうことを、僕らは考えていきたいし、やっていくべきだと思ってるんですね。で、まあ、古い事例ばっかりっていうのも、これ実はあのいいことで、要はその事実っていうのは歴史はあの遡れば遡るほど、あまり遡りすぎると、卑弥呼の顔とか分かんないですけど、あのまあ、ほどほどに遡ればあのデータいっぱいあるんで、そういう意味でもちょっと古いぐらいの事例の方がその物事を客観的に見るという意味では、いいのかなと。瞬間的に売れて、それが良かったねっていう話ではなくて、それって結局どうだったのみたいな話は数年後にやっと分かるわけですね。例えばビッグカメラも2007年まではなんだっけやる気ナンバーワンみたいな評価があって、でその時に取り上げたらあの従業員にやる気すごいなんだけど、でも2008年以降もうあの何年か経ってるけども、もうナンバーワンじゃなくなってんじゃんみたいな話が今だから言えるわけですよ。そういうそのあのちょっと寝かしてから、まあワインじゃないですけどちょっと寝かしてからの方が、分かることとか見えてくるものっていうのは実際にあって、でそういうところをその取っかかりにちゃんとしたメディアリテラシーが身につけば、結果としてその今伝わってこない企業
の情報とかサービスの情報をこれってやっぱ伝えるべきなんじゃねえのみたいなことも自然とその分類とかフィルターできるかなと思っていて、で割となんかそこの部分は、まあ、セットとは言わないんですけど、つながってるかなと思ってます。でちょっと話長くなっちゃってますけれども、まあ、第3回はきっと、開催されるでしょう。しました。ね、でなんか運営でもいいですし話すでもいいですし、またこうやって聞きに来ていただくでもいいですし、でその単純に取り上げてほしいテーマのリクエストだけでもいいですし、でもちろんこの後ですね、聞いた後のフィードバックをメールでもいいですし、ブログでも何でもいいですし、これから書いていただくアンケートに、もうなんか2000文字ぐらい書いていただいてもいいので、とにかく彼らとしてはもっと良くしたいと思ってるし、もっとこのネットワークを広げたいと思っているので、別に壺とかは売らないネットワークで安心して、いろいろ言っていただければいいかなと思います。じゃあ、今日は皆さんありがとうございました。でプレゼンしてくれた3人に最後に拍手。